コーナーより先日のアルティメットチャンピオンドンフライ入場。スペシャルシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー181センチ107キロ田中広志。赤コーナー185センチ110キロドンフライ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがいかがですか。そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は二人ともどっか悪いというところがないですからね。よい試合になるんじゃないですかね。後頭部を捉えます。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターでぶん投げます。テイクダウン。馬場さん、これまでの戦いぶりをご覧になっていかがですか。これはね、ボブオブですよ。そうですか。パスガード、足を絡めます。強烈に打ち込みます。スイープしてまいります。引き起こします。あっと、そのまま倒します。外してまいります。フロントに捉えます。馬場さん、このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか。そうですね、それは力が出ますよ。そうですか。テイクダウンを奪います。そのままパンチを放っていく。マウントに移行します。マウントポジションからナックルを打ち込む。ブロックします。させません。ドンフライではありますが、アマチュアレスリング、プロボクシング、そして何よりアルティメットで培ったテクニック、この男ただの喧嘩屋ではありません。組み合った、逆に返した、いけるか、あっと返した、ガチッと組み合った、あっと倒していった。外した、顔面を捉えた。すごい音がした。ガッチリ入った、嬉しい逆十字。ガチッと組み合う、バックを取って、スリーパー、チョークに入った。掴んだ。馬場さん、これはしんどいですね。一つ一つに重みがありますからね。コーナーに振った。
いけるか。あっと、そのまま倒していった。頭を掴んで、バッシュの嵐が襲う。カウントは入る。耐えました。首根っこを掴んだ。パンチのラッシュ。ショークスリーパー、落とすのか。完璧にたどり着きました。組み合った。正面から投げを見舞った。組み合った。フロントから投げていった。首をかっ切るのか。あっとアッパー。ジャンピングストレートエルボー。一気に締め上げる。そのまま倒していった。